ハロー YouTube。 さあ今回もですね、実際の電気自動車を使用して様々な検証を行うという企画になりますが、さあ前回に引き続いてですね、この北海道の大地でですね、はい、韓国の電気自動車ヒョンデのですね、2車種目のバッテリー EV であるコナのですね、検証を進めていきたいと思います。おそらく、航続距離テスト、充電性のテスト、まあこれのですね動画出していったと思いますが、やはりですね、まあそれとともにですね、やっぱ車としての完成度がどこまで、達成されているのかと、こういうね内外装の質感だったりとか、やっぱりですねディスプレイですよね。ここ特に EV だとですね、やっぱり充電残量がねちゃんと表示されるのかとか、じゃあルートの案内とかね、充電系のルートの案内とかどうなのかとか、まあそういうようなところをですね非常に試されます。なのでここら辺のね内外装の質感チェック、実はですねこのチャンネルではすでに、まあ昨年ね、ちょうど1年前だと思いますけれども、現地に行ってですね、まあ、最新のね、ヨーロッパ仕様の、コナレビューしましたが、まあ、今回はですね、日本仕様の実際に街中を走ってるですね、コナに関するレビューを行っていきたいと思います。じゃあそれではね、もう早速なんですが、どんどんね内外装チェック始めていきたいと思います。さあやっぱりまずはですね、まあこのね2連の 12.3 インチのですねディスプレイ、こっちがタッチスクリーンになってますね。こっちがインストルメントクラスターになってますね。うん、あのね昼間なんですけど、このですね映り込みが少ないですね。まあなので、まあ多分ねディスプレイにもある程度お金かけてるのかなと。だからこれアリアと全く一緒のディスプレイですよね。サイズ感も全く一緒ですから、うん、まあそもそもですね、だからアリア540万円、まあもうちょっと値上がりすると思いますけれども、まあそういう意味でもまずねこのディスプレイの装備内容が豪華であると。ハードですね、プラですね、ここはソフトです。ここもねほらマット調に仕上げているので、なんかね高級感がありますよね。ただちょっと早速引っかき傷みたいなのができちゃってますね。なのでここはまあちょっとあれなのか、やっぱ傷がつきやすいのかな、材質的に。引っかいちゃうとそんなような感じなんですかね。ちょっとまあしょうがないか。でここでほらシートメモリーがあるんですよ。これももちろんですが、これシートね、調整は電動です、当たり前です。他方でいきますよ。あれこうか、おお素晴らしい。皆さん覚えてますか、アイオニック5と一緒ですよ、リラクゼーションコンフォートシート、ちょっと正式名称忘れましたけど、はい、リラクゼーションコンフォートシートというところでね、まあこんな感じで自動的にですね ボタンスイッチ一つ押すだけで、このねちょっとこのリラックスした体勢に持ってってくれると。ただしアイオニック5と唯一違うのはここです、オットマンがないんです。まあなのでちょっとですねこの点は残念かなという感じですよね。まあここら辺はねもう値段設定的にしょうがないと思いますけれども、アイオニック5の場合はオットマンもありますから、リラクゼーションコンフォートシートでこれさらにねこれ快適になるということになりますよね。まあでもこれでも十分快適なんですけどね、本当はなんか当たってんな、あーやばい、これあれだ、あれが当たってる、ちょっと待って、やばい、昔ね僕ねあれなんですよ、自分のねあれ折っちゃったことがあるんですよ、これやばい、これやばい、これはね僕のじゃないんでオーナーさんに怒られます。これこういうのね、あのね一回ね俺ねなんかあの多分北海道遠征だと思うんですよ、北海道遠征なんかモデル3かなんかでめっちゃ倒して、もうなんかそうなんか極楽で行こうかなと思ったら、あのバキーとか言って、あーっと思ったら、あの自分が買ってきたあの棒を折ったっていう、いつだっけちょっと忘れちゃいましたけど、ほらもうこんぐらいまで下げていいんじゃないのね、ほらまあでもあれか、逆に下げすぎるとちょっと腰が痛くなるってことなのかな。ランバーサポートでもついてますもんね、そうランバーサポートもついてるから、電動調整のリラクゼーションコンフォートシートもあって、でさらに、なんだっけ忘れちゃいました、ランバーサポートもあって、でそしてボタン一つで、はい、素晴らしい。
元に戻るというね感じです。でさらにそうです、ここの続きですがシードメモリーもあります。2つですね、素晴らしいです。ここもソフト、ここはハードなんですね。ここはハード、ここはハード、ここはいや、ここもハードか。でもあとハードですね、完全にね、完全にハードになってると。中もハードですね。まあね、まあちょっと見た目的にどうですか。この内装色ちょっと忘れちゃいましたけども、多分黒系もあると思いますけども、多分ね黒系の方がまだ見た目的にはマシなのかもしれない。白僕好きなんですよ、白系好きなんだけども、ちょっとねチープに見えちゃうかも白は。はい、だからこれはね全部一緒なんですが、ちょっとこっちにも移っていく。ここもね面白いですよね。なんかねほらハードなんだけど、ただしなんかね、なんだろう、なんかねほら光沢ができるんだけども、ちょっとマット調でもあるんですよ。なのでなんか木目調とかじゃないんだけど、なんかねチープに見えないですよね。このグレーのインテリアに合ってますよね。はい、ここはおお、マグネット来ました。アイオニックファイルと一緒ですねこれね、マグネット仕様になってます。これ多分ねオーナーさんがなんかつけてるやつなんですよね。なんでこれはちょっとね一回ちょっとあんまり外すと怒られるので外さないようにしてちょっとねチェック。まあここは完全にハードですね、ここは完全にハードなんですが、ただねこれほら見ていただきたいのがヘッドアップディスプレイがあるんです。見えないかな今ね、多分ねあの写真とかももしかしたら貼ってるかもしれませんが、ヘッドアップディスプレイがありますので、これも多分どっかのレビューでやったと思いますけども、ヘッドアップディスプレイがあればですね、基本的にはそのこっちの情報側の重要な情報全部上にありますから目線移動なくなるんですよ。まあ、だからねこれあのもうねあの自動車メーカーいろいろと言ってますけれども、やはりですねヘッドアップディスプレイがあった方がやっぱ運転のねあの疲れ度合いっていうのは明らかに疲れないということです。だからよくねあのテスラでねあのこの一面のディスプレイの方がいいと言ってる人はいますけども、あのねそれいい面悪い面があるわけですよ。全部がよくいいわけないじゃないですか。なんかよく言ってくる人がいるんですよ。いやテスラのディスプレイの方がねなんか先進的だみたいな。でも残念ですけどこれ別に僕あのテスラ持ってますし、もう別に他の EV いくらでも乗り回してますけど、やっぱりね視線移動があるんです。いくらそのなんだあのテスラってここら辺にあるじゃないですか、メーターが。なので目線移動は少ないんですよね。少ないけれども目線移動があるんですよ、横移動の。ただヘッドアップディスプレイがあればもう目線移動なしですから、これはね残念ながらそういう人はあのその体感値を分かっていないだけでやっぱ疲れてます。そんなもんなんです。で人間っていうのは縦の視線移動より横の視線移動の方が疲れるんです。まあ、なのでその意味でもテスラっていうのはもうそこは割り切ってるんです。ただそうじゃなくて画面を全部15インチにね集約することによるまた別のメリットがあるよということなので、やっぱそこはねその全部テスラが正しいとかあの全然言うつもりはないかなと。まあそんな感じです。まあ何せよあの非常にヘッドアップディスプレイも使いやすかったかな。ちょっとちっちゃかったんですけど、あの視覚情報としては十分でした。はい、でここら辺はまあちょっとチープな付き方ですよね。わかります？この音もちょっとチープですよね。まあ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 、ごめんなさい。あの僕ね、本当にあの、うるさいんですよ。音に本当うるさい人間なので、ごめんなさい。ちょっと、まあチープに感じますが、まあね。まあ、しょうがないでしょ。で、最高。ここは旭川ですけれども、旭川でこんなに晴れてるっていうのは珍しいのかな。だから逆にどっかはなんか降ってそうですね、雪が。はい、まあという感じです。これも、全部標準装備です。はい、まあ、ステアリングに関しても、まあ、ちょっとね、ごちゃごちゃしてるんですが、まあ、こんなもんかなっていう。
多分ね、好きな人には刺さるであろうこのパドルシフトがあるんですね。で、これはね、もういつも説明してますけども、ほら、アイペダルつってですね、これ回生ブレーキマックスです。はい、これで完全にワンペダルができます。アイペダルです。で、下げていくこともできます。レベル0はこれコースティングになりますので、まあ燃費をね、稼ぐみたいな。まあそういう意味でも、まあね、ちょっと多分、好きな人は好きな機能なのかなと思ったりはします。私はね、もうワンペダル一択なんで。はい。そんな感じですかね。こっちのインストルメントクラスターに関しては、どこで操作するの？ここか。はい。走行距離、空気圧ですね。で、あとはこれクルーズコントロールとか、レーンキープですね。あと車間距離設定みたいなところですね。うん。まあ、ボタンの質感はそんなに悪くないかなって感じですよね。ここら辺とかね。うん。もう悪くないかな。悪くはないですね。うん。やっぱね、ハンドルがね、ちょっとね、やっぱ軽すぎる感っていうのは運転してて思ったので、もうちょ、本題ちょっと待って、待って。見えた？え？ちょっと待ってよ。ごめんなさいね。全然動画の趣旨とは違うんですが、今やばいです。本題が旭川市街を走っていました。やばい。猛者だ。マジな猛者がいますよ、皆さん。ホンダ E が走ってた。でしょ、もうそれはもう全部、はい、全部置いといて、どうでもいいですね。はい、ちょっと話を先に進めますが、そうですね。まあ、ここら辺のね、質感がね、まあ悪くはないんですけどね。はい。こんな感じです。で、ここですね。ヒョンデの面白いのは、ここです。はい。このね、コラムスイッチですね。ここで、パーキングは押します。で、D が上。P が、違う。で、R が下向きなんですね。ここがね、ちょっとね、車種によって違うので、設計思想が。なので、その D を下に下げるというか、こうやるとか、逆に、だから、テスラなんかそうですよね。D は下なんですよ。下に押す。だから、こうですよね。向き的には。で、リバースは上なので、逆なんですよね。まあ、だから、これは、もうね、ちょっともう、メーカーの思想によるので、まあ、慣れちゃえば、特にね、問題はないのかなと思います。ちょっと僕は、慣れてないので、あれどっちだっけとかなってますけど、まあ、ここは慣れの問題でしょうと。うん。で、これもね、ずっとね、こっちでね、続いていた質感が続くんですよね。だからね、この見た目的には悪くないですよ。だから、視界に入る、見た目は悪くなさそうであると。で、結構ね、このコナーボタンがめちゃめちゃ多用されてるんですよね。だからこれはもう意図的に、やっぱりその、アイオニック5なんかもうちょっとボタン少ないんですよ。で、これは多分コナーと色分けをしてますよね。コナーはやっぱり内燃機関車、今までその大衆車乗ってた人を引き込むと。まあそういう意味でも、むしろ先進的にせずに、まあコナーとね、内燃機関車とプラットフォーム共有してますから、まあここら辺のね、まあコストカット、並びに、あんまりですね、先進的な味付けをしすぎないように、ちょっとですね、ここら辺もボタンを残してると。だからトラディショナルな設計思想をすることによってですね、特にこのコナー、大衆車、の、車種になりますので、販売台数的にもね、そっちの方が、まあ、受けるんでしょうと。まあ、そんなような、多分、商品戦略を練ってるのかなと思います。まあ、そういう意味ではね、全然僕は、この子はいいと思いますけども、まあ、個人的にはね、そんなにボタンごちゃごちゃしてるのは嫌だなと思いますけれども、まあ、いいんじゃないですか。うん。この辺のね、空調設定に関してもね、そんなに、わかりにくいって感じではありませんしね。うん。こんなもんかな。オートはこれ3段階のね、これ空調設定できますね。はい。47%。これね、だから、ヒョンデに関しては、直近の走行条件を計算した、充電のね、この航続距離表示出てますから、これ 50% にしても、多分300キロ走るかどうかっていう数値になりますから、これ EPA よりもよっぽど厳しい設定にしてます。まあ、なので、これは結構実用使いに値するような走行距離が出てるのかなと。だからこれ今マイナス3度で、路面凍結して、こんな感じみたいなね、ことですかね。で、さらにディスプレイにちょっとね、映っていきますけども、ここにね、ほら、色々と見れるんですよ。駆動に使ったのと、空調とバッテリーケアと。うん。まあ、燃費の履歴なんかも見れますね。はい。これはいつだ？最近の僕のですよね。あ、僕のはやっぱ相当悪いですね。うん。で、ここですね。バッテリーのコンディショニング。これね、よく説明してますが、ね、これをオンにすることによって、はい、バッテリーの温度はこれすでに最適化されてると。
まあ、なんですけど、これが低温とか高温になってる時にオンにするとバッテリーをね、オンチをしてくれると。これは、目的地に充電器をセッティングすると自動的にかかりますから、別に皆さんが何かですね、あ、やばい、充電しなきゃいけないからオンにしなきゃいけないとかですね、これだからアリアなんかそうですよね。アリアは、マニュアルにオンしないといけないわけですよ。ただそれはもう EV のですね、オタクしか使いませんから、そういうのはもう何も知らなくてもいいんです。普通の人は何も知らずに、でも目的地セッティングすると自動的にバッテリー温度上げてくれると。まあだからテスラとかもね、これやってるわけですから、うん、やっぱそういうことです。これは非常にいいです。非常にいいモードで、ユーティリティモードですね。これはいわゆるテスラでいうキャンプモードみたいなものですね。つけとくと、このキャビンのね、空調設定が維持されるよとか、うん、でさらに、このね、車内の、このですね、照明が、非常にね、暗くなると。まあ、なので、キャンプしながら寝るみたいな、ところですよね。うん。まあ、スマート回生ブレーキなんかは、これあれですよね。うん。前方車両とのこの距離に合わせてね、回生ブレーキのレベルを自動的に調整すると。だから、これなんかBMW とかもやってますよね。うん。ビルトインドラレコがありますよ、皆さん。ほら、ドラレコ機能がちゃんとありますから、これしかもビルトインなんで、いいですよね、これね。素晴らしいと思います。まあ、ここら辺でも設定できるんだ。アクティブサウンド。そう、サウンドあるんですけど、僕ちょっとめんどくさいんで、全部切ってました。そこの説明とかは特にはしてません。空調。空調連動、シート。ん？シート。シート位置変更アラート。ライト。あ、ワンタッチ方向指示器ってこれ何？これ設定できるんだ。へぇ、オフ3回、5回、7回だって。いいじゃん、いいじゃん。ヘッドライトエスコート、テールランとヘッドライトが15秒間点灯 しますと。ドライブモード連動、暗所走行時の明るさ、調節と。そんなこと、走行中に暗い場所に侵入すると、明るさが自動的に下がりますと。こんな機能もあんの？やばいね。何これ？はい、パワーテールゲートの、作動速度を選択しますだって。マジでそんな機能あんの？やべえな。すげえな。デジタルキー。これだからあれですよ。このデジタルキー、これ今回僕はやってませんけども、これスマホでできますから、いや、やることやってんだよな、マジで、ヒョンデって。いや、ちょっと今、言っちゃいましたけども、それが一応だから僕の、ね、もうちょっと先に言っちゃってますけども、評価なんです。うん。まあいいや。ちょっとそれはまたちょっと最後に戻すとして。そう。これさ、良かったんですよ、音響。音響すごい良かったんですよ。なので8ぐらいにして。こんなもんかな。いや、音響がね、すごい良かったんですよ。いや、高音領域がね、意外にちゃんとね、出てるんですよ。多分こっから重点音きますよ。これついてますけど、サブウーファーね、後ろじゃない気がする。前かどっか。いや、これちょっとびっくりだわ。てか、このクラスの音響とは思えないぐらいびっくり。てか、いや、なんでこういうこと言うかっていうと、これねなんでこんなに僕音響がいいって言ってるかっていうとね、アイオニック5がね、ちょっとあんまり言うとあれですけど、全然ダメなんですよ。ぶっちゃけ言って、いろいろと調整しましたけど、アイオニック5が、正直、だからちょうどアリアとか BZ4X とかと比較しても、やっぱりちょっと音響落ちるんですよ。なので、正直コナも、まあ、同じ坊主ですしね、まあ、ヒョンデそんなに力入れてないのかなとか思ってたら、いや、コナちゃんとできてるんですよ。てか、むしろ、これだって、ねえ、400万円台で買える EV とは思えないぐらい音響がいいんですよ。なので、うん。
この点はね、いい意味でサプライズだったっていうことです。まあいいや。はい。音響システムもこの、ここら辺にして。あ、クラシック、ちょっと待って、いきますよ、皆さん。クラシックね、これ。で、シンプル。おぉ。あ、こういう、その、トラディショナルな、あれもできるんですね。あ、なんか変わるわ。ちょっと待って、いきますよ。スタイル A。スタイル B。スタイル C。何これ。まあ、どうでもいいですね、でもね。多分あれか。スポーツモードとかだとスタイル C なのかな。結構ユーザーにいろんなことできるようにしてるね。ボタン。え？何これ？すごい！ちょっと待って。僕今気づいたわ。ちょっと待って待って待って。ユーザーボタンってあるわ。これだ！この星マークはユーザーに機能割り振れるんだ。カレンダー、天気。ってことはさ、これ何？天気出るってこと？出ねえじゃん。なんだ？あ、違う、嘘。ステアリングは、こっちだ。あー！星がある、まだ。そういうこと？わかった。ナビゲーションの星だ。で、ステアリングの星だ。じゃ待って、ステアリングで、エレクトリックビークル。画面に移動します。本当に移動するの、これ。これは知らんかったわ。天才的じゃん。じゃあ、これ待って、ボタン押して。天気だー！すごい！こんなことできるんだ。面白いですね。だからユーザーに機能を割り振れるようにボタンってのがあるわけですよね。面白いじゃん。面白い。はい。まあ、なのでね、この車両に関しては、リモートソフトウェアアップデートもね、対応できていますので、まあ、そのようなね、観点においても、非常にですね、新たなね、これ、ソフトウェアを、まあ、OTA でアップデートすることもできると。この点も非常にいいのかなと思います。いや、ディスプレイめちゃめちゃ良かったわ。まあいいや、ちょっとこれは置いといて、ただね、ただ唯一、ちょっとね、公平を期すために言うと、ちょっとやっぱね、ラギーさはやっぱりありますよ。ほら。わかります？ちょっとラギーでしょ？まあ悪くはないんだけど、ただやっぱちょっとラギーさはやっぱり否めないかなって感じなので、はい、まあここはね、もうそのね、レガシーオートメーカーなんでしょうがないと。だからこれはやっぱテスラがですね、相当やっぱり優秀だなと、まあ思いますよね。はい、まあというところで、ナビゲーションはね、まあいいです。そう。で、ここら辺ね、空調もやって、USB-C が2つありますね。はい。12V のソケットもあります。こうワイヤレス充電です。ワイヤレス充電、あ、どこにあんの？はい、ワイヤレス充電でした。これって開かないの？開かないんだ。ここ開かないんだね。で、シートヒーターのシートクーラーと、ステアリングヒーターもあります。2段階調整。助手席もシートクーラーまであります。で、これカップホルダーですね。これは、こう戻すのか。なので、基本はこうですけれども、はい。こんな感じですね。はい。ちょっと、なんか重いですね。なんか、開き方も少しちょっとあれですけど。まあいい。で、ここには、これは多分ね、ティッシュケースですけれども、またね、ここにも小物を入れることができると。これ開くの？これ。開くな。ああ。ほとんど、まああれはないですけど、小物入れになってると。こんな感じですかね。はい。そんなにね、柔らかいって感じじゃないので、あとちっちゃいんですよ、ここが。なので、肘を置くってところで言うと、ちょっとね、そんなにこう、なんか、柔らかいなっていう印象はなかったかな。
あとね、一点だけちょっと言うと、シートの素材って観点で言うと、僕だから航続距離とかね、もう多分これで500キロ以上走行してますけど、ちょっとね、シート、硬いかな。うん。なので、正直ね、だからモデル Y なんかはかなりですね、柔らかいんですよ。うん。だからそっちに今慣れてる人間っていう目線でもありますけども、ちょっと硬かったので、お尻が痛かったです。500キロぐらい走行した後だと、ちょっとね、ちょっとお尻痛いなっていう感じになっちゃいました。まあ、そこはもう多分ちょっと好みの問題だと思いますけども、ちょっと硬めのシートですよっていう点は押さえておいた方がいいのかもしれません。はい。そんな感じかな。というところで、はい。前側ね、こんな感じでした。はい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 。もうこれね、全部ハードです。ハードです。まあ、というところで、はい。ドライブモードなんですが、最後ね。エコノーマルスポーツ、スノーと。うん。まあ、こんな感じです。はい、ということでね、2列目移動していきたいと思います。はい、後席にね、これ移動してきましたけれども、これシートポジション私に合わせています。足は入りますね。はい、足は入る。ちょっと狭いけどね、入ります。で、こうやってね、ちょっとダラッとすると、1個分ぐらい。もうちょっとダラッとして、まあ、つくけど、まあ、こんな感じで座る。4人乗りだったら。はい。で、まあ、普通に座ったとして、こんな感じですね。はい。で、頭、余裕ですね。うん。ソフト、ソフト、ハード、ハード、ハード。ハード。ここが結構狭いな。これがカップホルダーになってるということですね。うん。ところがですね、これいいところはこれですね。はい。シートヒーター3段階調整リアもあります。これも標準装備です。はい。一重ガラスですね。これ前も一重ガラスなんです。そう、言い忘れてたけど。よいしょ。言い忘れてましたね。はい。一重ガラスです。まあ、なので、ちょっとここはね、残念かなと思いますけれども、まあね、ここもね、もうしょうがないですよね。さすがにこの車格になるから。はい。こっちでもカップホルダーありますね。はい。まあ、特にはシンプルな設計になっています。そしてね、注目はここですね。吹き出し口もあるんですが、待って、その前に USB-C が2つあります。そして皆さん来ました、お待ちかねの 100V コンセントだ。これはユーティリティモードを、起動すると使えるようになるということですね。いやー、これ欲しいよなー、マジで。なんで他の自動車メーカーはつけないんだ。まあ、トヨタとかね、やってますけれども、まあ、特に日産ですよね。本当にやった方がいいし、まあ、テスラはね、サイバートラックでやってるとは言っても、やっぱね、彼らはやりたくないですよね。本音としてはね。うん。売れなくなっちゃうからね、そしたら。パワーウォールとか。はい。で、これね、EV、これはですね、EV 専用プラットフォームじゃないんですよ。ないんだけれども、なぜかですね、床がフラットになってる。これはね、説明しましたけども、このね、ヒョンデコナに関しては、EV ファーストに内燃機関車とプラットフォームを共有してるんですね。基本的に内燃機関車とプラットフォーム共有って言われたらですね、普通は内燃機関車をベースにして、電気自動車にリプレイスしていくって感じですけど、ヒョンデは逆のアプローチを取ったと。なので、こういうですね、センタートンネルの、まあ、フラット化みたいなものも実現できているということになります。はい。まあ、そんな感じですかね。というところで、うん、まあ、やっぱりね、SUV なんで、コンパクト SUV ではありますけども、まあ、車内の広さとしてはね、かなり十分なのかなと、まあ、思ったりはします。はい。後席でした。ちなみに、いいでしょ皆さん、後席のさ、ドアの重さがさ、いやいいんですよ。でね、特にね、ちょっと前も非常にいいんですよ。ちょっと待ってね。あとでリアもちょっと見ますけど、いっか外出ちゃいますけど、
ょっと雪が積もってるからちょっとあんま外出たくないんですけど、いいでしょ。ほら、いいんですよ。やっぱ雪は深いんですが、ゆっくりですね。はい、トランクですけれども、ちょっと荷物がありますけれども、440リッターです。なんでまあね、これトノカバー外しても、まあ、コンパクト SUV としてぼちぼち、横はねえぐれてない、こっちはえぐれてるんだ、はい、軽くえぐれていますね。そして下が、なんだ、下開くのこれ、おっと、開くわ、すごい、結構深いじゃん、結構深い。おお、なので小物は全部ね下に押し込んで、さらに上に使えるということですね。440リッターはこの車格にしてはかなりいい方だと思います。よいしょ、はい、いいんじゃん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 。で、電動テールゲートですね。はい、あ、これフロントトランクも開くのか。そういや、忘れてた。フランクは、これで開けんの？これだ。ここか。これ、手が汚れちゃうんですよ、これ。よいしょ。はい。やっぱり雪国だとほら、手がさ、汚れちゃうから、できたらね、電動がいいですよ。どうやって開けんのこれ。 EV って書いてあるんです。ほら、スカスカでしょ、スカスカでしょね。だからやっぱりね、内燃機関車とプラットフォームを共有にするとどうしてもね、ここら辺はしょん、なんだろう、開かねえぞ、どっから開けんのこれ、止まってんな、なんだこれ、あ、ここか。うん、確か24リッターでしたっけ。まあね、こういうね、あの充電ケーブル系をね入れてるということですね。はい、こんな感じですかね。興味ある人用に一面取っておきます。おお、危ねえ、はい、しまいました。というところだ。ちなみにこれ充電ポートはこれです。こうやって開くんですね。はい、車でも急速 J177 に普通充電ですね。 9.6kW 対応してます。これはでかいです。ここはでも手動です。はい、こんな感じです。やっぱ雪国だとね、あの雪国だとやっぱりあのどうしてもあの凍結しちゃいますから、まあ手動でもいいんですけどね、個人的にはちょっとね、できたら電動の方がね手は汚れないって感じなんですけど、よいしょ。ちょっとやっぱ旭川はあれですね、雪が多くてもう普通の靴ではやってきません。はい、このようにしてですね、まあ今回、韓国ヒョンデのですね、まあ2車種目のバッテリー EV であるコナのですね、内外装チェックを行ってきました。やはりですね、まあ総評としては、まあね、ちょっと質感的にはチープな部分がやっぱ見られます。これは間違いないんですが、やはりですね、今回皆さんに押さえていってほしいのは、EV としての完成度ですよね。うん。まあ電費とかね、あの充電性能とかちょっとまたあの別にあのね、レビューしていますが、ディスプレイですよ。非常にですね、まあ、いろんな機能を搭載してますし、EV としてのですね、電池のプレコンだったりとかですね、あとは充電残量と、あとね、あの、航続距離の予測みたいなところもですね、非常に厳しく、表示されていますので、もう初心者がですね、あ、この航続距離は少なくとも走れるんだなっていうのが、目にすぐわかります。唯一残念なのは、ちょっと言ってなかったと思いますけども、
目的地にですね、セッティングしたときに、充電残量がですね、到着時の充電残量が、まあ、共有されないと。この点はちょっと残念なので、ぜひともですね、これ、ヒョンデ、ジャパンについては、これを実装していただきたいと、まあ、思いますが、まあ、それでもですね、それでも、まあ、今後のね、改善点はあるものの、やることをやっぱやってきてるなっていう、やっぱ印象があるわけですよね。うん、だから、ガラスルーフとかですね、うん、そういうところもちゃんとですね、これ標準装備、シートベンチレーション、リアのシートヒーター、うん、で、リラクゼーションコンフォートシート、で、特に、これですよね、V2L 機能。まあ、こういうところですね、やっぱなんだろうな、こう、既存メーカーとして、うん、EV を、手抜いてないんですよ。もうあらゆることをできることを、この価格帯でできることをもう全部やってきてると、僕言ってもほぼいいんじゃないかなというぐらい、やっぱりですね、やることやってるよねっていうところ、ここがですね、やっぱ僕はこのヒョンデ、うん、やっぱ評価したい部分だと思いますし、まあ日本国内でね、まあこのヒョンデのコナをですね、購入するっていうのはちょっとまた別にね、いろんな問題点だったりね、それもあるんですが、まあそれを除いてもですね、やっぱりこれは、コナーですね、これまで非常に売れていた人気モデルだったわけですよね。うん、それが、まあ、モデルチェンジを果たした新型コナーにおいてもですね、やっぱり一定程度ですね、やっぱ世界でプレゼンスを発揮することができる。うん。というふうにやっぱ僕はこの質感を見てて思いました。うん。まあ、そんなような感じでですね、ちょっとですね、まあ、日本国内で、こう、ヒョンデのね、コナーを購入したいと思ってらっしゃる方は非常に少ないと思いますが、まあ、世界ではですね、こういうような EV が実際にですね、非常に人気を博していると。まあ、このようなですね、うん、まあ、世界の最新の EV トレンドなんかもですね、ちょっと同時に押さえていただければいいのかなとは思いました。そんな感じでね、2024年ですね、まあ、このコナーを購入するのか、まあ、競合のね、アット3なんかもいますから、そういうのね、車種も比較しながらですね、どのような EV がね、存在するのか、どのような EV を購入するのがいいのか、みたいなところのね、参考になって、くれればですね、非常に嬉しいと思います。そんな感じで、いってらっしゃい。